増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために、この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いします。はい。さて、2月に入りました。いよいよ北京オリンピック開幕となりますけれども、先生、今回この北京オリンピックどうなると見ていらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いします。そうですね、まあ何と言ったらいいんでしょうかね、こんなに騒がしかったオリンピックというのは珍しいんじゃないですかね。騒がしいっていうのはスポーツの祭典のこのスポーツ関係で騒がしいんではなくてですね、このオリンピックをボイコットする、まあ、アメリカを中心としたですね、勢力と、それからまた中国にいろいろ関係が深い、中国と関係が深い国ですね、これがまあそういったアメリカのボイコット的なですね、動きに反発するということがあってですね、まあ、この時間でも私言いましたけども、肝心なことが抜けてるんじゃないかというふうに前から言ってきたんですが、まあ、肝心なことっていうのはこれ、オリンピックっていうのはスポーツの祭典ですからね、それをそもそもその政治に利用しようというのが私に言わせれば間違ってるんであってですね、大体そのオリンピックを利用してですね、いろいろな外交をやろうということ、今までそういうことは繰り返されてきたわけです。そういう外交の場として、利用してきたがゆえにですね、アメリカの方のこのボイコットということが、まあ、始まったわけなんです。外交の場ではなくて、本当に純粋にスポーツの祭典、スポーツの場だということになればですね、別に政治家もあるいは国際的要人もですね、別に来ないわけで、まあ要人といってもスポーツの要人とかですね、いうことはあるでしょうけども、いわゆる政治上のですね、政治家としての要人、国家の元首であるとか外務大臣であるとか、なんとか大臣であるとか、まあ、そういうですね、ものがそもそも来ることがおかしいわけですね。それをですね、今アメリカの方がボイコットするっていうんですから、まあ、アメリカの意図は別にあるんですが、まあ、結果から言うとですね、私はなかなかいいんじゃないですかと思ってるわけなんですよ。もう政治家あるいは公人こそがですね、ボイコットされるべきであって、このオリンピックを政治の場、外交の場に使う方が間違ってるというふうに思うんですが、なかなかそういう、まあ、私は正論だと思ってます。なかなかこういう正論はですね、通らないようです。まあ、現実は現実ですから。まあ、アメリカは一生懸命、この中国のウイグル、まあ、人権、蹂躙をしたということで、アメリカがいろいろ、この世界に向けて情報を出してます。まあ、中国に言わせるとですね、そういう情報はみんなアメリカの政治的捏造でプロパガンダだというふうに言ってるわけなんですが、まあ、これはお互いにいいっ子ですから、本当のところはどうであるかということは分かりませんけど、このウイグル族という民族をですね、そういうアイデンティティをですね、漢民族に変えるためのですね、そういう強制が行われているというんですが、まあ、現地からのニュースですね、別に日本の記者が取材したわけではないんですが、まあ、ヨーロッパの記者が取材、まあ、正式に言いますと、フランスの、新聞社のある記者、まあ、私が知ってる人なんですが、ある記者がこのウイグル地区に行かれましてね、いろいろ取材して帰ってきて報道したんですが、その報道は握りつぶされましたけども、この記者が何を見てきたかというと、それはウイグル族のアイデンティティの調整ではなくて、職業訓練所でやっぱりウイグルの人も中国の一自治区ですから、この中国の一つの大きな国家の中の
また経済の一翼をこの担ってもらいたいということからですね、その職業訓練とかあるいは IT、 今 IT 時代ですね、そういった知識をですね、持っていただこうということで、その学校を作って教育をしているというのが、その見てきたところだと、まあ、おっしゃるわけですね。私言ったわけじゃないから分かりませんが、私の知ってる人は本当正直って言ったらおかしいですが、あんまりそういうデタラメなフェイクな情報を報道する方ではなくて、もう30年間ですね、ルモンドという新聞社ここで働いてる方で、まあ、おっしゃることは信じられると私は思ってますが、ということになるとですね、お互いにありもしないことをその言ってですね騒いでるということで、まさにオリンピックをですね、政治に利用している最たるものだということが言えると思いますね。まあ、そのウイグル族の、まあ、人権弾圧ということがですね、どの程度、まあ、真実であるかということは別にしましてね、政治的に見て、アメリカが中心になって、このオリンピック、北京オリンピックをボイコットしようという運動が起きたわけですよ。まあ、アメリカをはじめヨーロッパの主な国がこれをボイコットするということで増長して、またそのアメリカやヨーロッパに追従するというか、まあ、安全保障上の問題、経済の問題、その他でですね、やはり、まあ、自由主義圏内だと言われる国のにはですね、やはり厳守は送らない、大臣は送らないということで、まあ、増長したわけですね。ところがその反対側のですね、中国の方にの影響が大きいという国、それから、まあ、ヨーロッパの一部の国ですが、まあ、アメリカ、ヨーロッパが言っているそのウイグル族の云々というのは信憑性に欠けるということでですね、国家元首自らがですね、今回訪問するというようなこともあったわけですね。で、何より注目すべきはですね、国連の事務総長で、グテーレスさんという、これエチオピア出身なんですね。この国連のですね、グレーテス事務総長、これあのエチオピアじゃありません、今間違えましたが、グレーテス事務総長が出席するっていうのは、これ国連の代表ですからね、これで、まあ、アメリカの一生懸命ボイコット運動をやったのはかなり打ち消されるんじゃないですかね。それから WHO、 今このコロナで大活躍をしている世界保健機構の大ディレクターというか、まあ、日本語で言ったら WHO の会長ですかね、テドロスさんという方、この方は実はエチオピアの出身なんですよ。でエチオピアは中国の援助を受けてですね、まあ、中国なくてはエチオピア経済なしというぐらいですね、中国の影響が多いと思います。したがってですね、まあ、そういうこともあるんでしょうけども、この WHO の会長がこれ出席すると、国連事務総長が出席すると、ヨーロッパの、まあ、最も一流の国としてですね、ルクセンベルグというですね、まあ、オフショアで有名な国ですが、いろんなところの銀行が集中しているところですが、そのですね、元首が出席されるということですから、まあ、ちょっとアメリカの方のですね、ボイコット運動もこれで、なんか色が剥げてしまったということになるのではないかと思いますね。で、中国の方はですね、こういうボイコットするのは子供のままごとみたいなもんだなってですね、笑い飛ばしている、つまり中国は大人でアメリカなんていうのは子供だというような印象を世界に与えるようなね、キャンペーンもやってますし、まあこれ総合的に見たらです
ですね、またもやアメリカの何て言うんでしょうか、まあ失敗と言っても語弊があるかもしれませんが、アメリカがちょっとやりすぎたんじゃないかと。そして結果的にはですね、まあアメリカが尊敬されなくなってしまうんではないかと。まあなんかそんな感じになりつつあるわけですね。そこで、この世界中が注目するのはロシアのプーチン大統領です。このプーチン大統領が自ら乗り込んでですね、習近平と握手して共にそのスポーツの祭典を成功させようなんていうことになると思いますが、そうするとますますバイデン大統領の影が薄くなるということじゃないでしょうかね。あれやこれや総合して、まあ、オリンピックを政治的にいろいろ利用してですね、攻防戦をやっているわけなんですが、まあ、私の見方です。これはどうも中国側の勝利に終わりそうだというふうに、まあ、感じております。はい、増田先生どうもありがとうございました。はい。